おかわりラーメン丼。4月中旬、さくらんぼテレビでこんなことがありました。おはようございます。お疲れ様です。何ですか。いい情報があるんです。いい情報。あるラーメン屋さんが新商品のアイディア募集をしていて、最優秀賞は1ヶ月食べ放題から高級山形牛詰め合わせ。今月オープン5周年を迎えた山形麺屋新アリ、それを記念して企画したのが新商品のアイデア募集。ラーメン堂新リポーターマグロさんが考えたその一杯はこちら、徳川綱吉魚介類長ネギの麺でございます。なんか新アリさん新メニューというか、こう限定メニューが武将の名前とか歴史上の名前、偉人の名前使ったりしてるのをね、今調べたら見たんですよ。ということでですね、徳川綱吉生類憐れみの霊、ちょっともじりましても魚介類長ネギの麺。なんとも斬新なアイデアですが、果たして結果はね、まあ別に選ばれるとはね別に思ってないんですけども、僕のがまあね一応まあノミネートされてますから、まあ一応ね。どうもご主人。あ、こんにちは。こんにちは。ようこそ。マグロと申します。はい、斉藤です。よろしくお願いします。なんか面白いですね、募集してっていうので。あ、そうですね、まあはい、あのおかげさまで5周年ということで、何かこうお客様といろいろ関係をもっと深めたいなというところで、今回はそのちなみに何品、まあ、何応募あったんですか。67つ。67つ。67分の1の最優秀賞、はい、教えてください。実はですね、はい、選ばれてしまいました。マジで。本当そうなんですよ。はい、はい、よくないですよ。なんかそういうズブズブみたいに思われちゃいますよ、はい、よかったんでアイデアが。一体どんな一杯になったのでしょうか。はい、お待たせいたしました。来ました。はい、こちらになります。おー、こちらが徳川綱吉魚介類長ネギの麺ってことですか。はい、これをですね、はい、かなりアレンジさせていただきまして、はい、ちょっと名前が、はい、ちょっと変わってしまいました。はい、徳川綱まよしになりました。綱まよし。はい、綱まよしってことは、はい、これだ。綱まよ。はい、そうでございます。なるほど。この部分はちなみに、はい、ここもちょっとアレンジさせていただきまして、はい、鳥類合わせ身の例ということで、鳥を結構ふんだんに入れたというか、なるほど、目白を入れて合わせたよという感じですね。なるほど、はい、冷たい汁に冷たい麺になっておりますので、冷たい混ぜそば。これは僕が最優秀賞でいいんですか。はいはい、綱を入れてきたあたりが私的にはもうツボだったわけですよ。気持ちいい食べ方しますね。合格ですか。発売していいですか。これどんどん売っちゃってくださいよ。はい、あ、よかったよかった。ツナマヨ完全に合ってるわ。中華麺とマヨネーズの相性も意外といいじゃないですか。いいんですね。うまいうまいうまい。アイデアが詰まったこの一杯、キンキンに冷やした細麺に絡むのは鶏ガラやすりごまなどがブレンドされた醤油ベースのタレ。ツナマヨや親鶏を絡めていただく唯一無二の混ぜそばです。徳川ツナマヨシは7月17日まで販売、期間限定夏の一杯をぜひお楽しみください。この僕のアイデアを元に作ったこのツナマヨシ、はいはい、マグッドでございます。ツナイス。お、なんだ、なんかちょっと今後使わせてもらってもいいですか。あ、どうぞどうぞ。やった、はい、じゃあマグッドとツナイスの二刀流で活躍させていただきます。そうですね、はい、いや今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。